義という字に行きます。まず人偏を立ち気味に持ってきますね。下からまっすぐ持ってきたら人偏よりも、上から2つの点ですね。左よりも上から沿っての位置、この幅をあまり作らないように、例えば短くまっすぐまっすぐを、まあ上よりやや短めぐらい、そしたら下に割れという字を書きますが、まあ、大体45度ぐらいでいいかな。これを長く、この 1.5 倍ぐらい、縦を辺より下がらないように抜いたら、下を3等分して、下3分の1あたりから上3分の1に向かってすくい上げていきます。中心あたりから反りを入れて抜いていきますね。上から立ち気味に払ってきて最後に点になります。